さあ続いては世界フィギュアスケート選手権。今日は日本人初の連覇を狙う羽生結弦選手と深い関わり合いを持つ2人のライバルに注目しました。シーズンはクライマックス、世界最高峰の戦いが今年も始まる。王者羽生結弦、彼は孤高の存在なのか。いや、彼は決して一人じゃない。そこにはいつもライバルという名の友がいた。中国北京、ここに一人の友がいる。中国ウィンタースポーツの総本山を訪ねた。今から主体訓練館に入りたいと思います。一体どうなっているんでしょうか。中へ入るとそこには往年のフィギュアスケーターたちの姿が。さらに地下へ入るといた、中国のエースハン・ヤン。羽生とはジュニアの頃からしのぎを削ってきた。毕竟从小也就是比过赛，然后也算是一起就是一起长大吧。しかし去年のグランプリシリーズ中国大会、2人はリンクで衝突してしまう。两个还拉着手之类的，还挺。その後成績は低迷、ハン・ヤンにとって初めてのスランプだった。就处于低谷的时候，就比较害怕，就是各种害怕，比较害怕，就是说啊，我这个伤会不会好啊？然后我这个状态会不会回来啊？そして迎えた2月の四大陸選手権。最初に得意のジャンプから。トリプルアクセル。浮力がすごい幅ですね。恐怖心を乗り越え、復活の3位表彰台。世界選手権の舞台は上海。史上初の中国開催へ向け、ハン・ヤンは課題の4回転ジャンプを何度も何度も確認していた。羽生とは久しぶりの再会。彼も羽生と同じようにあのアクシデントを乗り越え、ここまでたどり着いた。突破歴史、因为历史、突破中国历史最好成绩男单。そしてもう一人がスペインの貴公子ハビエル・フェルナンデス。羽生とはブライアン・オーサーコーチのもとで共に汗を流すチームメイト。 I think he really deserve it. He is an amazing skater. He works really hard. 彼の4回転がすごい自分の中で、まあ、理想系だなっていう。競い合い、お互いを高め合ってきた。そんな彼に新たな勲章が加わった。1月のヨーロッパ選手権フリー冒頭の4回転トーループ、これが羽生も認める完璧な4回転。そして後半に組み込んだ大技4回転サルコー。しかしこれは失敗。それでもフェルナンデスは高得点を叩き出し、26年ぶりとなる3連覇を達成。これはロシアの皇帝プルシェンコも成し得なかった大記録だ。だが本人はジャンプのミスに浮かぬ顔。次は全て決めてみせる、あいつに勝つために。いよいよシーズン最後の大一番、フェルナンデスにはある思いが。 Hopefully I can be in a good performance, because he can be in a good performance too.And we can give a good competition in China. 認め合った者同士が紡ぐ濃密な時間が間もなくやってくる。はい、ハン・ヤン選手とフェルナンデス選手、この2人が日本勢の強力なライバルとなるわけなんですが、特にフェルナンデス選手は羽生選手と同じオーサーコーチのもとで練習をしています。実は性格は正反対、それでいて2人は非常に仲がいいんですね。お互いの存在が刺激になって高め合って、共に今回は頂点を狙います。さあそしてもう一人の強力なライバル、デニス・テン選手の特集は今週土曜日にお伝えします。